EA Games. Challenge everything. Miles to the target area. I want everyone to stick to the main road. Stay alert. Roger. Targets detected at 10 o'clock. All units sound off. Hound 1, clear. Hound 2, clear. Hound 3, clear. Hound 4, clear. Okay, listen up. The enemy is closing on your position. Get into formation. He's moving left. I'm on it. You're mine. Bingo. Nice shooting. Control, this is Hound 1. How are we doing? You're in the green, Hound 1. Everything looks good. Heads up, everyone. I've got new enemy contacts at 2 o'clock. Let's move. Spread out! Let's rock! Take this! Yeah! Hound 3, light him up! Copy that! Missile away! Direct hit! Enemy VA destroyed! Multiple targets inbound! Fire at will! Let him have it! Son of a... I hit! I need backup! Hang in there! Target destruction verified. Rocket launch detected. Incoming! This is war. Are you ready to join the battle? EA Games. Challenge everything. The battle for Helm's Deep is over. The battle for Middle Earth is about to begin. Ah!
世界へようこそ。もしも大空を自由自在に飛べたなら、ナイツと共に美しい夢の世界を救う冒険とは、父親の愛を失った少年と母親の愛を忘れた少女の夢の中の物語。そこは独創的で不思議なギミックが満載の夢の世界。夢の世界で二人はナイツと出会い、勇気を出して悪夢と戦う。二人にどんな冒険が待っているのか、そして彼らは悪夢に打ち勝つことができるのか。ナイツはいつもあなたの夢の中にいます。2007年クリスマス、世界中の親と子へナイツが素敵な愛を届けます。ナイツ、星降る夜の物語。巨匠黒澤明の名作7人の侍がゲームに。キャラクターコンセプトメビウス、オープニング&エンディング曲坂本龍一、3人の巨匠のコラボレーションによる夢のシネマティックアクションゲーム、セブンサムライ20XX。 What's going on? We've brought the men that will save us! 普遍的な魅力で人々を引きつける名作、七人の侍をモチーフにしたセブンサムライ20XX。 Next! 舞台を未来世界に移し展開される重厚なストーリー。切る感覚にこだわった爽快感あふれるプレイ。機械生命体ヒューマノイドの一団に追われる謎の少女ヒナタを守るために集結する七人の侍たち。世界の命運をかけた戦いが今始まる。幼い頃から剣豪武蔵に剣術の指南を受けてきた主人公、若き侍ナト、謎の女剣士キュー、情報通の頼りになる男エイト、ナトの幼馴染ジョディ、あまたの戦を渡り歩いてきた老将カンベイ、歓楽街を取り仕切る用心棒ロージ、弱き者の味方盗賊タツマ。戦うことで自らの存在を明かそうとする侍たちが世界を救うために団結する。 We will not be defeated! プレイヤーが操作するのは若き侍ナト。好みのプレイスタイルで敵を蹴散らせ。ジャストアタック、ひたすら攻撃することで戦いを有利、敵との間合いを一気に詰め攻撃を決めよう。ジャストガード、タイミングよくボタンを押すことで敵の攻撃をガード、そして相手の体勢を崩し反撃する。ジャストステップ、敵の方向へステップすることで背後に回り込み攻防を瞬時に逆転、後ろから追撃する。それぞれの成功によって連殺タイマーが回復。
100% に達すると発動する。華麗なる二刀流、さまざまな技を駆使して形作られる自分だけのプレイスタイル、無限の可能性がここにある。何のために戦うのか、誰のために戦うのか、自分の強さだけを追い求めていた若き侍が真の侍へと。セブンサムライ20XX、 この冬君の手に。光も届かない深い深い海の底、そこは想像を絶する過酷な環境。ある魚は光を求めて目を大きく進化させ、ある魚は餌を求めて口を大きく進化させて生き延びてきました。水から這い出た人間は環境を作り変えることで進化から逃れて生きてきました。みんな明るい未来を夢見てました。だけどそんなものは世界の秩序に捨てられてしまいました。これはかつて人間だった人たちの物語、これは人間であり続けた人たちの物語。心が叫んでました。
生き残りたければ進化しろ、本能が叫んでました。最強の遺伝子を残せと。Stop. Hell.
need your help. But if the time comes, we'll be counting on you, Sweeper.从我们第一次打开 PS 机，放入那款名为《生化危机》的游戏开始，再到如今，不知不觉已经度过了7年的时光。在这段时光内，我们接触到的是一个庞大的系列：亲情、友情、爱情、背叛、战争、恐惧。将这众多要素都包含在内的《生化》系列，已经构成了完整的世界观。而这一系列在全世界范围内都具有着举足轻重的影响力，甚至一度影响到了主机大战的成败。在此，就让我们通过这一张《生化危机》DVD 来一同回顾《生化》系列带给我们的美好时光吧。The queen was feared, till one day strolling in his court, an arrow pierced the kind king's heart. He lost his life and his lady love. Stop a lone cyborg. Ziggy, this is the guy. Yeah, I know. Looks like I'm about to get some decent exercise. And this
this baby's quite pleased as well. How can you even say that? Have you no conscience? Shion, you forget I am not human. I am merely a weapon. You, of all people, should be well aware of that fact. What is your decision? Will you board the escape pod, or will you not board the escape pod? If you wish to express remorse for his death, it is best that you survive. Otherwise, you will render his death meaningless. Come on, Chief. Let's go.私たち人類は食光に誘われ舞い寄る羽虫のようなものなのかもしれません。その先に待っている結末も知らずに。急速な崩壊。
天国から見守っていて。We'll be right back.
ずっと一緒だと思ってたのにね。自分たちの力で最上階にたどり着けば何かが見えるだろう。私たちもさ、この先どうなっちゃうのかな。まだまだあるんだな、お互い知らないことって。わかんない、何にもしてないだけ。あの頃の私たちとは違うんだね。いつかの未来にそれぞれが懐かしい日を振り返る時もあって、離れ離れの私たちがその時思う瞬間は、全ての坂はここから始まる。ロマンシングサガミンストレルソング。目的もスタート地点も異なる8人の主人公のうち1人を選ぶところから壮大な物語は始まる。このゲームの最大の特徴は
フリーシナリオ、決められた一本のストーリーはない。さまざまな謎に満ちた世界を自由に冒険してほしい。ロマンシングサガでは臨場感あふれるバトルが展開される。多くの技や術を駆使して強敵に挑め、ある条件を満たすと技や術を連続して敵に叩き込み大ダメージを与えることができる。これを連携という。なお技は剣などの武器を使っているとひらめきによってどんどんと増えていく。また戦い方によってキャラクターの育ち方も変わる。自分だけのキャラクターを作り上げていこう。サルウィンと戦うために力を。全部いただいてくんだ。あなたがこれまでしてきたことの報いを受けるのよ。あれは帝国の軍艦だ。知らねえ、俺たちを帝国に売りやがった。ちょっと待った。キャプテンホークという人を探してるんだけど知らないか。お前を守るさ、そういう約束だ。こいつはいわくつきのものかもね。それぞれに宿命を背負い新たに旅立つ主人公たち。彼らがどんな物語を紡いでいくのか、それは全てプレイヤーであるあなた次第。ロマンシングサガミンストレルソング、2005年春発売予定。神は人を作り、人は物語を作る。I was in the sky, trying to get the training team in my viewfinder from the rear seat of the lead plane. My pilot in the front seat was howling at the earth below. Give me a break. I'm babysitting Nuggets up here. Command room, War Dog Squadron. We have leakers, aircraft type unknown. Crossing the border, Cape Landers, bearing 278 to 302. Captain Bartlett, your flight is the only group close enough to make the intercept. Baker, Vincent, go trail and stay close. Three of us will go high and engage the bandits. All other aircraft stay low and out of the fight. Thank you.
Sorry about this. The captain's apology to me seemed misplaced. One instructor had survived the fight but crashed on landing. The other one was killed in action high up in the clouds. It wasn't his fault that the unidentified aircraft fired on us without warning, nor was it his fault that the low-altitude area where he sent his trainees was directly in front of the enemy. 8 people died because the command room had misplaced some zeros. That pilot in the number 7 was amazing. Did you see her fight back? I couldn't bear to watch. Nagase, you keep flying like that and you'll die real soon. I won't die, sir. The only surviving trainee's voice was almost a whisper. Are you sure? You look like you couldn't hurt a fly. Her face was pale, but she still managed to smile a bit for the camera. The photo, along with my camera, was confiscated by base security. It was as if our little undeclared war never happened. I came to cover this remote island because I heard that a very unique squadron leader was stationed here. I didn't realize he was this unique, though. This bad-mouthed, good-natured old firebrand could take the greenest of rookies and forge him into a fearsome fighter pilot. Of course, that possibility vanished with the day's encounter. The only crew he had left now were Second Lieutenant Nagase and the few pilots that happened to be on the ground that day. I know you don't like this, but we're short on people. Starting tomorrow, all you nuggets are going to be sitting alert. If we launch, stay glued to me up there. Nagase? Sir. You're flying number 2 on my wing. Gotta keep an eye on you, or who knows what you'll get yourself into.届香港漫画节8月6日在香港会展中心开幕，而由于8月10日有3个大型展览会同时在湾仔会展举行，全日共有超过10多万人次到会参观，为出现非典型肺炎疫情后首次挤爆会展的盛况。总计5天的漫画节共有32万人次到场参观，较大会预计的38万为少。漫画节揭幕时，新兴的网络游戏吸引大量市民抢购，有网络游戏商表示，在5天内共录得超过20万的营业额，但香港本地漫画台柱玉皇朝及天下人为漫画节的龙头，分别取得了300万以及250万元的营业额，以销量证明香港市民的消费能力仍然凌厉。2003年香港电机高达模型王大赛也在8月5日于会展中心内进行了参赛作品报名登记。参赛的众多高达模型作品代表了香港整体模型制作水平的最高峰。
cosplay 活动也蔓延到了这一次的漫画节上，不仅吸引了众多放假期间的学生去观看，而漫画节的组织者也给诸多的 cosplay 爱好者提供了展示自身风采的便利条件。在这些 cosplayer 中，既有普通的香港学生，也有漫画商和游戏商所聘请的专业角色扮演者，而扮演的对象更是五花八门，甚至连出号机这样的东西都有出现。Access Games.彼らの名はチームファントム。非合法諜報機関Cに所属するエージェント。数々の危険な局面をくぐり抜けてきた彼らは指令を最優先に実行するプロフェッショナル。しかし今回の任務には想像をはるかに超える危険が待ち受けていた。スパイアクションアドベンチャーゲーム、スパイフィクション。最悪のミッションが今幕を開ける。スパイフィクション。厳重な警戒網を突破して敵地に潜入したのはこの3人。エージェントのシェーラ・クロフォード、作戦参謀のニクラス・ナイトウッド、そしてチームリーダーのビリー・ビショップ。君たちの使命はただ一つ、ミッションを成功させよ。今回装備してもらったスパイツールの中から5
ごく一部を説明しておこう。まずはラペリングハーネス。通常移動が不可能と思われる状況で使用してほしい。敵地内のセンサーをかわせるよう体勢移動が可能なタイプを用意しておいた。宙吊り状態でも通常通り攻撃できるので安心したまえ。次に光学迷彩システム。スパイスーツオクトギアの特殊機能の一つ、光学迷彩機能により装着者を周囲の風景に溶け込ませることができる。壁際などに身を潜め静止していれば下半身から透明化していく。ステルス状態をうまく使いこなしてくれたまえ。続いてスパイダーグリップ。その名の通り雲のように天井に張り付くことが可能となる。針に沿って忍者のように移動することもできるので周囲に身を潜めるものがない時に役立つだろう。もちろんこの状態でも光学迷彩機能は使用可能だ。最後に光学式変装システム。 3DA カメラを使って潜入先で変装データを入手し、そのデータをセレクトすれば体の表面に変装相手の画像を投影することができる。光学的に体の周りに変装相手の映像をまとっている。つまり全身の変装を瞬時に行うことが可能なのだ。さあファントムよ、殺人ウイルスラダーの秘密を暴き、国際テロ組織エニグマの陰謀を打ち砕け。君たちの成功を期待する。 Back in the hole. Back in the hole. Spy Fiction。一時の無限でしかないのに。
Thank you.